我々の活躍でグレイ召喚は無事だ。クラーテックは尻尾を巻いて町から逃げやがった。敵は劣勢に立たされている。グレイは反撃に転じたいそうだ。 ISA が巡洋艦を沈めた。ヘルガストはそいつを修理しようとしている。町の電力の半分を使い回してでもな。修理が終わったら盗んだ ISA の武器技術をその船で移送するつもりだ。それだけじゃない。その巡洋艦にはヘルガストの艦隊内で通信に使用する暗号化コードが積まれているようだ。それらのコードを入手できれば ISA の切り札になるかもしれん。通信サーバーをハッキングしてコードを手に入れ巡洋艦を沈めろ。ハッキングをしている間に俺が弾薬庫に爆薬をセットする。その次にエンジン室だ。今回は隠密作戦で岩野と二人でやってもらう。巡洋艦の警備は厳重だ。発見されたら全力で来るだろう。最適なルートはボートで接近しビルを抜けて巡洋艦にたどり着くってとこだな。あいにく脱出方法は現地に行ってから考える。今回のはリスクも大きいが報酬も大きい。望むところだ。ただでやってもいいくらいだ。ヘルガストどもふるさとの星から追い出せるなら。成功させれば戦況が変わるヒーローさ。俺の名前の高校ができて金もがっぽり。敵だ。こっちだ。前に敵だ。狙撃に注意しろ。スナイパーだらけだ。敵の気配なし。これ見ろよ、ひでえ。ジオルタムがもうボロボロじゃないか。
ともう少しだ。注意しろ、巡回してるぞ。あれが最後だ。楽勝だぜ。見つけるぞ。それにしてもでけえな。ヘルガンに爆発を見せてやろうぜ。異常なし。主翼を修理してる。かなりのダメージみたいだな。下で入る方法を探せ。敵は俺に任せろ。安全第一だろう。まあいいさ。入り口を探せ。仕掛ける。お前はサーバー室だ。そこで待て。気をつけろよ。敵の動きはない。ここは問題なし。設置した。敵に見つかったが、このまま次に向かうぜ。サーバー室で会おう。
ソハって。将軍たちが必ず勝利を。惜しいぞ、終わった。残りを仕掛けに行くぞ。ここから俺がエンジン室へのロックを解除する。全て爆破しよう。中に爆薬を仕掛けようぜ。気をつけろ、敵が来るぞ。リアクターコアを破壊すれば修復不能だ。お前が燃料のシールドを上げたら俺が爆弾を仕掛ける。ドカーンと派手にやってやろうじゃねえか。
援護する。Yeah.